こんにちは。こんにちは。ここが筋肉痛。今回はですね、中華。はい。台湾風揚げ豆腐。続いて膝の前。いや俺ら結構中華行くけど、はい、絶対に頼むのが天津チャーハンと台湾風揚げ豆腐。エビマヨとかエビチリね、は絶対頼むけど、それをできそうじゃね、できるできる、絶対できる。だから作ります。で今回キム君がメインで、はい、僕がアシスタントで、はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあやります。はい、ちょっとじゃあこれアシスタントで、はい、豆腐を揚げて、その上に、味付けをしたそのお肉をパラパラっとね、上に白髪ネギ乗ってました、ね、あー乗ってた、うん、と思って、それもじゃあ俺材料とか切りおこうか。じゃあね、一回しました。何どれがいい、これ何したらいい、何しましょうかね。じゃあよし、じゃあその手順、タイマン風揚げ豆腐のタイマン風揚げ豆腐のタレを作ります。僕が入れたのは醤油、砂糖、みりんとオイスターソースと鶏ガラスープの素です。一体醤油みりんを1対1で、オイスターソース 0.34 ぐらいで、はい、鶏ガラスープ大さじ 1.5 ぐらいで、砂糖が大さじ3ぐらい、はい、豆腐は形的にはどんなかな、これね、そのぐらいもね、これのあ、分かった、これ縦に切ったらちょうど良さそう。じゃあ片栗粉つけて持っていきます。そうね、多分これの形的にはこれでいい、こんな感じよね。あー絶対そんな感じ、こんな感じよね、絶対そんな感じ。はい、片栗粉こっちあるよ。片栗粉を下に敷いて、あ、いいでしょ、先ほど、こんな感じで。マリモちゃん、なんで途中で止まった、映して歩きを途中で止まった。なんそれ、かわいい。はい、じゃあ料理出揃いましたね。じゃあ外に行きますか。外行きますか。はい、これこの2つ持っていったらいけるかな。意外にね、お箸がね、意外にいるっちゃうね。お箸、じゃあ行きましょう。はい、はい、じゃあ外に移動しました。あ、もう色ボロボロだね。木綿、絹ごしが良かったね。じゃあ、おー、いいじゃん、いいじゃん。あ、取るやつ持ってきてない。バッタ持ってくるね。はい、あいやあいやなんかね、片栗粉をやっぱ作る前に、入れる前につけるから、あっつ、あ、すごいよ、キム、めっちゃいいよ。レバン風揚げの、うん、あ、でもこれもうそろそろ取るよ、これいい、はい、もう大丈夫だと思います。いいよね、はい、ほい、うわ、絶対美味しい。はい、こんなになりました。揚げ豆腐、じゃあ、あん作りいくか。はい、あんぽん真ん中だけど、そうね、じゃあ、ゆらちゃん、あん入れるよ。はい、入れるよ。はい、これでこそいでね。はい、いきます。うわ、火ついた。焦がし醤油、これすごい火力やね。焦がし醤油みたいになった。お水も入れるよ。はい、ストップって言うてね。はい、おはい、はい、固まったな。いいね、いいね。そして水溶き片栗粉、水溶き片栗粉を大量に作ってきた。うわ、めっちゃいい、ね、これ絶対うまいやん。じゃあとりあえずちょっと入れるよ。はい、火止めます。はい、はい、ちょっと入れるよ。あ、なんか重くなってきた。あ、いいね、いいね、ちょうどいいぐらいじゃない。もうちょっとやらんとかな。どうせ、あ、そうね、はい、うわ、いいね、でかい鍋。うわ、あれすげえ。そうそうそう、はい、いいですね。これ、すごいじゃないかね。落ち着かれた。よいしょ、はい、うわ、ボロボロ、そぼろ、いきますよ。はい、
いらっしゃいませ。うわ、いや、なんかこれだけで美味しい料理になったや。これどんどん牛か、牛のところかな、これ。お、いいよ、キム。うわ、うわ、すごくよくない？来てる、来てるね。一回も味見してませんから。はい、かけます。チャーハンにもぶっかけたいな。うわー、近い近いね。上に白髪ネギパラパラってしたらもうまんまで、これをこれに一旦移しとく。それ俺チャーハンにかけたいですね。はい、じゃ次チャーハン。はい、とりあえず3人前ぐらいにしとく。そうですね。はい、いいか、お願いします。よう、うわーい、うわー、はい、うわ、卵めっちゃいい感じや。よし、はい、おしゃ、うわ、いい感じ。トン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 トいいね、いいね。よし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 、じゃあお願いします。はい、はい、おえー、ここね、ここ、いいね、いいね、いいね。おえー、高くまった。鶏ガーラーお願いします。いい、取ってるね。はい、あ、絶対うまいやん。はい、絶対うまいやん。あ、なんか入れる、ちょっと入れます。はい、よくて言うてね。はい、はい、えい、あ、いいね、いいね、ぽいぽい、いい。お、キムチの香りだ。私もいいかな。いや、分かる、その気持ち。俺もその気持ちすごい分かる。じゃあ全部完成やね。はい、完成ですね。分かる。じゃあ持って行って食べましょう。はい、これ絶対それに肉味噌上に乗せるんだ。はい、オッケー、完成。完成しました。はーい、あーっ、じゃあ食べましょうかね。うん、キムくん特製台湾風揚げ豆腐とキムチチャーハンとチャーハンとなんかなんかのタレ。いただきます。これ、これから気になる。ちょっと時間経っちゃったけどね、できてすぐじゃないけん。熱々が美味しいと思う。いただきます。いただきます。うまっ、うん、うまい、うんうんうん、うまっ。ちょっと追い肉していいかもしれない。うまい、追い肉、うまい、めっちゃうまい。ご飯食いたい。あ、ダメ、やば、うまっ。キムチチャーハン、キムチチャーハン、うまっ。今週全部中華やん。これね、ちょっとね、狙ってたやつがあるんだ。チュルルルルルル、うわうわー、うわうまっ。やばこれ、半端ないね。こうしてご飯も乗っけてこうする。じゃあ全乗せして肉味噌をかける、うん、ほらやば、こりゃうまいわ。うまい、ちょっとみんな呼んでくるね。締めとって。あらいうまか。はい、できたよってことで、中華鍋で作る台湾風揚げ豆腐、いや、台湾風揚げ豆腐でした。ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃうまいやんけ。うまい。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい、し、はい。